しも人々が思いやりをなくしたら地球は一秒で消えてしまうね。だって僕たちは思いやりに包まれて生まれてきた、育てられた。大府市の人口およそ8万7千人のうち20代の若者が占める割合は全国平均をわずかに上回る 12%、 およそ1万人です。そんな若者たちの政治離れ、行政離れが大きな課題となっています。そこで今回のスマイルオーブは市内在住在学の20代の若者4人を招き、今後のオーブについて熱く語ってもらいました。今日はですね、若者と話してみたら本音はこんなことだったということで、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速今回参加してもらった若者たちを紹介していきましょう。一人目は名古屋の大学に通う野田健太郎さん、21歳。2012年の成人式実行委員を務めた行動派です。続いて2人目は名古屋市出身で私学館大学4年生の安井美希子さん、22歳。卒業後は高校生を対象にした進路支援の会社に就職が決まっているそうです。3人目は農業を営む吉田町在住の浅田祐介さん、25歳、最年長になります。そして最後は市の健康づくりマスコットキャラクターおぶちゃんの作者でもある木村香織さん、23歳。大学を卒業して現在介護士を目指しています。さあまずは小手調べといきましょう。このマークはそれぞれ何のマークでしょうか。番組をご覧の皆さんもお考えください。若者たちにはスケッチブックに答えを書いてもらいました。皆さん書きましたでしょうか。じゃあ一斉にどうぞ。若者たちの答えはご覧の通り、愛知県省を間違えた野田さん以外全員正解となりました。番組をご覧の皆さんはいかがでしたか。今度は、クイズじゃなくて質問なんですが、先日、衆議院議員総選挙がありましたが、皆さん衆議院総選挙へは行かれましたでしょうか。はい。あ、木村さんだけですか。なんと4人のうちたった1人。この結果は戦後最低となった今回の投票率 59.32% を下回る 25% となり、若者の政治離れを表す結果となりました。さていよいよ本題です。自分たちがこれまでに経験してきた様々な行政イベントの中で良かったこと悪かったことについての新春未来トークスタート。僕が大府市の一番好きなイベントは大府市パフォーマンスライブという、2月の中旬に毎年1年に1回行われる巨大ライブなんですけども、ちょっとバンドで出演させていただいたんですね。すごい大勢の前であんな楽しいライブできたの初めてだったんですよ。ただ問題点としては年齢層がすごい高い人ばっかり、あれが半分以上が若者で埋まったらきっともっとすごいねピチピチしたイベントになっただろうなと思ったんですね。最近知ったあんま認知度高くないですよね。そうですね。なんか市役所の地下でもなんか発表してたりしませんでした前。それとは違う。前は石が世界観だったので。ああ、じゃあ何でしょう。なんかピアノの演奏とかでやってるんだったら。またこれとは違う。これとはまた別ですね。でこのパフォーマンスライブは今野田さんが言ったように出演者は基本若い人なんです。他にも毎年秋に開催されている
大府市産業文化祭りについて肯定的な意見が上がりましたが、共通する問題点として行政の発信力の弱さが指摘されました。ものも食べれるし、もっとやっぱりやってますよってアピールしないと、どんなにいいものを持ってても伝わらなかったらもうないのと一緒なんですよ ね。もっと自然と入ってくるようにしたいんですよ、僕は。そうするにはどうするかっていうと、今 SNS がすごく発達している時代ですから、これを徹底すると多分大府市最強になると思うんですよ。まだ多分他の日本どこ探してもそんなに徹底してるとこまだないと思うんですよ。大府市がこれで1位を取ればいいんですよ。まず Facebook もあるし、 Twitter もあるし、何でもいいからアカウント作ってこれを全部徹底するんですね。これだけメンバーいますから。ツイッターやるなら、おぶちゃんのツイッター、はい、ああそうです、もちろんそうです、ね、続いて今後市でやってみたい企画とその課題についてのトークスタートです。僕は農業に関すること、結構大府市って農業に関することを積極的に取り組んでるなって感じで、出尽くしてる感もあるんですけど、いろいろやってみたいなっていうことも考えも持ってます。私具体的に何かをするっていうのはないんですけど、こんな感じで市の職員の方と大学生がコラボする。私これが何がいいかっていうと、今年その就活を実際してみて、こういうのって大学その就活するときに経歴になるんですよ。だから多分大学生からするとすごい美味しいことだし、私その企画を考えれるってすごい多分面白いことだなって思って、やっぱ滋賀館ってそのオリンピック効果で有名になったから、はい、もっとこうオーブンとコラボってっていうか、やっぱ大学の名前も伝ってオーブンも有名になるみたいな、もっとこう高み合ってった方がいいと思います。せっかく沙織さんもいるし、うん、そして野田さんからはこんな奇抜なアイデアも、はい、コスプレ祭り。コスプレって多分みんなすごい偏見があると思うんですよ。世界の人から見るとあれすっごい流行ってるんですね、今。アメリカ人とか、ナルトのコスプレアメリカ人みんなやってますから。僕思ったのは、大府市これ外国人を味方にしちゃえばもう勝ちなんじゃないかなと思ったんですね。グローバル化しましょう、大府市を。やっぱり唐突に若者に関われっていうと難しいと思うので、やっぱりまずはその小学校とか中学校とか地元にいるときに、その行政と関わっておけば大きくなってもなんかこう変じゃないのみたいな、あとはこういう座談会も定期的にやったりとか、そのちゃんとするだけじゃなくてフィードバック、はい、フィードバックキャッチボールして、それがやっぱ重要かなと思うんで、こういう座談会はやったらいいんじゃないですか、これからもと思いますね。ちょっと人前で喋るのは苦手な方なので、でもこういう機会があったので、ぜひ参加してちょっとみんなの意見とか人前で話すことも慣れてみたいなと思って、距離は感じてたんで、行政とのなんかこうやって話聞いてもらって、はい、いい機会だったなって思います。なんかもっと滋賀館大学を使ってなんかやってもいいんじゃないかなって自分は思いました。普段そんなにね大府市のこと強く考えないんですけど、こうやってみんなで話し合うとすごいいっぱいアイデア出てきますし、ちょっと今日のこの会議で今後ちょっと大府市ちょっともっと活性化していこうかなって思いました。いやもう本当にイメージした以上なあのお話を皆さんから聞けましたので、もうびっくりというか、本当にこんないろんなことを考えてくれてるんだっていうのを思いましたので、その思いなりをきちんと、青少年女性室として、行政として、受け止めて事業等に反映していきたいなと、強く思いました。今後大府市が生き生きと輝く街になっていくためには、若者たちのパワーやアイデアが必要不可欠です。これからも市では若者のさまざまな事業への参画を期待しています。気になる事業があれば気兼ねなくご意見をお寄せください。